あのなんか新しい状況に出会ったりするとなんか頭が真っ白になっちゃうとかパニックになっちゃうっていう、えー、方はいらっしゃると思うんですけど僕もね、えー、まあ子どもの頃とか本当に、えー、なんか自分が今まで経験したことがないところとか言ったりとかそのまあまあ出会ったことがないような状況になるとまあ 頭真っ白になるってことはよくあったんですけど、だんだんまあ成長するにしたがってそういうことがなくなってきて、で、大人になると逆にそういうなんか頭が真っ白になるような新しい状況ってのは、なかなかレアになってくるんでね、ええかえってありがたいなと思うんですけど、ただやっぱり、えっ、ー、と、生活していく中でね、そういうなんかあの、頭がちょっと真っ白になっちゃう状態ってのは、あんまり良くないということは皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、でどうしたらあ、そういう時にですね、非常になんかうまく適切に対処できるのかってことなんですけど、まあ、ここに脳があってですね、の脳の中にまあ回路が わけですねでまあその一連のこうやって回路があるんですけども、えー、鍵になる考え方はですねいろいろなそのタスクまあ人生の中で出会うタスクっていうのは例えばえー 問題を解くってことでもそうですし、対人コミュニケーションでもそうですし、何かある現場で、まあ、ソリューションを見つけるっていうかですね、非典型的な状況になった時に、それどう対応したらいいかっていうソリューションを見つけても、まあ、様々なタスクがあるわけなんですけども、でね、その度ごとに、えー、まあ、いろいろな組み合わせの回路で、えー、脳は、えー、対応しようとするんですけども、実はその、いわゆる、えー、知性の高い、えー、と言われている方々ですね、えー、例えば、ん 様々な、えー、情報処理がよくできるとか、分析がよくできるとか、えー、そういう方々の脳活動をですねえー。フェイマラインなどで見ますとですね。様々なタスクにもかかわらず、共通の回路を使うという傾向が高いということが分かっています。統計的に優位に高いんですね。つまりまあ、分かりやすい言葉で言うと、どんなまあ、問題どんな状況に対面しても自分らしい。 この共通の回路ってのは人によって実は違うかもしれませんよね。少しずつ個性があるから違うかもしれないんですけど、とにかく自分らしいやり方で脳の回路の組み合わせで対応することができるということが、実は知性の高さ、パフォーマンスの高さの表れだということが分かっているんですね。で、これは本当に面白い、えー、事実でございまして、えー、脳はですね、一般的になんか今まで出会ったことがないようなタスクに出会うとですね、な、ま、ん、あ、とかしようとするんですね。 何とかしようとするときに、今まで使ってない脳の回路の組み合わせで、それに対応しようとするわけですよ。でその結果 が新しいうまいやり方が見つかる可能性もあるんだけど何しろランダムにこうやってなんかいろいろ組み合わせをやってるわけなんであと蓋してるわけですからいわゆるそこで頭が真っ白になるとかパニックになるという状況が生まれることもあるんですねですから頭が真っ白になるパニックになるってのは,では脳がえまあ組み合わせをいろいろ試してる状況でもあるんですけど一方でねそれが行き過ぎちゃうといわゆるフリージングっていう何もしない時の方がそういう時は安全な場合も多いんでつまり対処方法がわかんないのになんか こうやればいいんじゃないかと思ってやると、かえって悪いことになったりするし、危険なこともあるんで。ですから、そのフリーズしちゃう。何もしないっていう状況になることもある。だいわゆるなんか、頭が真っ白になるとか、パニックになるってことは、一つにはいろんなことを組み合わせとして試してるってこともあるし、それが行き過ぎると、えー、まあ、頭がフリーズして何もしなくなるということにもなるということなんですよね。ですので、一番いいのはいろんなタスクがあったときに、 いつも比較的同じような回路を使いつつ、その時々にここにプラグインしてですね、そのタスクに特異的な脳の活動を立ち上げるというのが一番いいわけなんですね。で、じゃあそれをやるためにはどうすればいいのかってことなんですけど、やっぱり僕自身もね、さっきも言いましたように子供とか、思春期とかには頭が真っ白になったこともあったわけですから、やっぱり経験を積んでいくしかないんですね。それぞれの新しいタスクの状況の下で、自分らしいやり方を 模索していくとあくまでも、えー、自分らしいやり方自分なりのやり方自分の道具箱に入っている道具を使って自分らしいやり方をやっていくと、えー、脳の回路はしし次第にですねつまりいつも共通の回路を使うんだけどそれぞれのタスクに特異的な、えーまあ、他の回路をプラグインするみたいな、えー、そういうやり方で、えー、適応できるようになっていくわけですねだから一番いけないのは、えー、新しい状況に、まあ、対応るようとするときにですねゼロから ゼロからやろうとするとこれなかなか難しいですよね。で、その時やっぱりパニックになっちゃったりするわけなんで。ゼロからやろうとするんじゃなくて、今までに経験したことの中で、これに似たような状況ってないのかなとか、なんかアナロジーが使える時ないのかなとか、あるいはその、自分が持ってる道具の中で、ここで使えることってないのかなっていうふうに、ちょっと自分の中を探ることによって、えー、どんなタスクが来てもですね、パニックにならずに、頭が真っ白にならずに、えー、それに対応できるように、徐々に徐々になってきます。これだから、えっ、ー、と、 ね、一日にしてすぐになるってわけじゃなくて、徐々に練習すればそうなるんで、ぜひ、えー、まあ、ある意味ではパニックになったり、頭が真っ白になったりするってことは、脳がその新しい状況に適応する練習をしてるってことなんで、ぜひ自分を見失わずに、自分らしいやり方を積み上げていっていただきたいなと思います。ファイト。